はい、どうも。せーの、朝日丸です。本日私は、アルプスベリーさんというところにお邪魔しております。こちらのアルプスベリーさんではイチゴを栽培しているということなんですけども、まあ、日本を代表するイチゴを育てているということなので、早速そちらをいただいていきたいと思います。せーの、レッツゴー。いいじゃんみんな。本当に散ったピンクになってるでよ。鉢が1個入るじゃん、はい、その全部の花を回るわけじゃん。だから赤いイチゴの花粉を鉢が持ってるわけじゃん、はい、でこっち側の花粉にくっつけちゃうからピンクになっちゃうでよ。はあ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 。だから白いイチゴだけの糖で鉢が動いてれば真っ白になる。はい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 。この辺が白いイチゴ でこれが糖粉。トークンって桃の香りに近いで、はい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 。でかいっすね。すげえ。今これでも味はイチゴのままってことですよね。え、いいんですか。やった。でいただきます。うまいっすね。うまっ。桃でしょ。桃にやっぱちょっと酸味が加わってるような感じですね。うまいですね。初めて食べました。やばいよね。何がやばいか分かんないけどね。やばいってことは分かります。やばいよですね。これ白いちご、これ、はい、マジでうまいと思う。いただきます。さっきとなんか違いますね。さっきは桃の香りがしたでしょ、うん、これ普通になんかめちゃ甘いでしょ。でもやっぱその花粉とかで違う変わってるってことですか。へえ。蜂がいい仕事をしてくれるとうまい。蜂のおかげでイチゴができるってことですね。イチゴが食べれる。知らなかったですね。蜂くんありがとう。ありがとう蜂くん、ありがとう、はい。やっぱ子供たちのね、こう素直な感想を聞いた方がやっぱいいよ。どう？うまい。美味しい。最高ですか？最高ですか？声出して最高です。最高です。完璧だ。うまいです。うまい。なんとか編集で。頑張っとくわ。うまーい。これイチゴはあれですよね、どっかにおろしてるとかもあったりするんですか。そうそうそう。でもここに来ても買えるってことですよね。さっきみたいにお客さんが来たタイミングで、うんうん、土にこだわって土耕栽培で作ってるんで、土の力がイチゴをうまくしてると思ってますよ、はい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 、あと浅摘みにこだわってるんで、はい、朝しか摘まないです。やっぱ違うんですか。違います。朝9時とか10時くらいまでに摘んだのは美味しいですね。夕方摘んだのよりも甘みが乗ってるし、食感も違いますね。シャキシャキしてます。そうすると土にこだわって作ってるのと、はい、浅摘みだけはもう基本ですね。基本ってことですね、はい、あとイチゴでこう美味しいイチゴっていうのはこうギラギラしてる、はい、イチゴでヘタがちょっと浮いてるイチゴ、イチゴ狩りとかに行った時にはこういうのを見てもらって、あの自分で選んで食べてもらえれば、はいはい、本来のイチゴの味が楽しめると思います。わぁ、その宮家の人これ、うん、宮家ってことは、はいはいはい、天皇一家だよね。あの親戚というかその章。もう国が認めてみたいな感じってことです。国よりも上皇室っていうか、皇室の方々の、はいはいはい、神ってことですね。そうです。のんちゃん邪魔しない。それめちゃくちゃ邪魔しちゃう。今すっごい
はい、ということでアルプスベリーさんでイチゴをいただきました。いや本当にね、天皇家から賞をいただいてるだけあって、甘さ、みずみずしさ、酸味、ほんと全てのねバランスがズバ抜けてた本当に美味しいイチゴをいただきました。でこちらのアルプスベリーさんに送ればですね、イチゴを、テイクアウトできるので、ぜひ皆さん持ち帰ってアルプスベリーさんのイチゴを楽しんでいただきたいと思います。はい、ということで今回の動画はこれで以上になります。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。あとですね、ツイッター、インスタグラム等もやっておりますので、動画の概要欄からチェックとフォローをよろしくお願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、朝日丸でした。わー、わー。